ごいね。そうだな、でっけえ。どこのお嬢様だよ。ってお嬢様だったっけ。どうぞ。とりあえず楽器以外はここに置いといていいから。お邪魔します。お邪魔します。ああ、靴こっちの下駄箱な。中もまた広いな。すっげえ。今は少し寒いけど、エアコン効くまでの辛抱だから。なんだよ、なんなんだよこれ。なんで普通の家にこんなものがあるんだ。驚きだな本当に。ああ、そこコードあるから気をつけろよ。すっごい、これトーマさんのピアノ部屋。前の住人が作ったのをそのまま使ってるだけ。ってことは前の住人ってスタジオミュージシャン？にしてもブルジョアなみたいだけど、詳しくは知らない。さ、セッティング始めて。わかった。ほら、タケヤも手伝え。ああ、にしてもな。これはどこに刺せばいいんだ。ドラムは問題ないかな。ベースの方を少し手直しすれば。すげえ、ちゃんとホワイトアルバムじゃん。ハルキ、お前いつの間に、というかまともに弾けたんだな。今は機嫌がいいから、バリ雑言も見逃してやろう。だが次はないぞ。今までどれだけ真面目にやってなかったかがよくわかる上達ぶりだな。じゃあ見直した。せめて直前に言った言葉くらいは聞いといてくれ。うん、打ち込みの方もよくできてる。 OK、 あとは私の方で細かくチューニングするから。ありがとう部長。さて、それじゃあ次の曲考えないとね。おお、早速新しい課題なんだ。おい、ハルキ、今あの子俺に感謝したぞ。持ち時間を考えるとレパートリー1曲じゃ全然足りないし、あと2曲最低でも1曲は。残り1週間だもんね。今までのペースだとあと1曲がいいところかな。感謝くらいするだろう。よくできてたよ本当。悪かったな竹谷。
本当に。いや、お前の感謝はどうでもいいんだけどさ。タクヤ、俺たち親友だよな。多分他のバンドは3曲用意してると思う。けど仕方ないか。こっちは実質2週間だし。曲を増やしすぎて一つ一つがおろそかになっても本末転倒だしね。だけどあの子だぞ、トーマカズサ。学園での噂聞いてるととても今の言葉が信じられん。評判とか噂とかそんなのが何だってんだよ。トーマってさ、根は優しいやつなんだよ。本当にくそ、みんなに分かってもらえないの悔しいな。こそこそと陰で人を褒めるの、ちゃんと聞こえてるぞ。で、聞いてたのか。ごめん、気を悪くしたよな。謝る。まったく油断も隙もない。お前ら何なんだ。というわけで2曲目なんだけど、リクエストはある？だから部長は。悪い、話の腰を折った。そっちで思うように進めてくれ。無様だな。罵られて喜ぶお前よりはマシだと思うんだ。そうだな。うん、部長の意見を聞こうか。何かある？え、あ、いいのか。いいも何も、もともとこの同好会は部長のものだろ。そっか、なら刹那ちゃんの声だと。おぎそちゃんの声だと。やっぱ尾形里奈聞いてみたいよな。一曲目が森川由紀とくればな。タケヤ、お前の選択はいつも無難でミーハーでメジャー志向で。ダメか。そして素晴らしいな。デビュー曲からずっと歌えるし、最近の英語バージョンのはちょっと無理だけど。尾形里奈か。ダメか。実は私も尾形里奈派。ああそうなんだ、やっぱ俺たち気が。ルキー、分かった分かったから部長、お前はよくやった。あとは隅っこで休んでろ。俺生まれてこの方こんな早くな扱い受けたことない。じゃあリナの曲ってのは決定ね。でどれをカバーする？この前出たアルバムから選ぶか。一応おぎそに返すつもりで持ってきてるけど。あ、ごめんなさい。また個人的な意見いいかな。ボーカルのモチベーションは最優先。意義なし。三人きりだと本当に仲いいなこいつら。じゃあ、あのね、第一ヒント、1曲目がホワイトアルバムだから。あ、サウンドオブデスティニー。
同じ年に発売した。北原くん正解。やだな、どうしてそんな簡単に分かっちゃうんだろう。サウンドオブデスティニーって、え、あれ確か、いいじゃん。うん、みんな絶対聞いたことある曲だし、ノリもいいし。本当よかった。あの曲ならどのバージョンのアレンジでも歌えるんだ。トーマは、タケヤは、なんか問題あるか。北原は問題ないの？後悔しないか？俺が？なんで？かっこいい曲じゃん、あれ。いや、確かにかっこいいよ。けどそれは…トーマ、本当にいいんだな、北原。何か変かな。変じゃない、全然変じゃん。うん、ボーカル的にはなんだよ、気味が悪いな。とにかく、じゃあいいんだな、サウンドオブデスティニーで決定な。いや、待て、ハルキ、あれは…うん、決定、決まり。やめたって言ってももう聞かないからな。あ、トーマさん？忘れてた。本当にやる気かよ、ハルキ、このギター苦しい。いつまでもつぼってんじゃねえよ。頑張れ北原、あんたならできる。ひょっとして難しいの？難しいというか無理。これを俺が、少なくとも俺には不可能。こんなに指動かないって。でもこれ弾けると絵になるよね。すごいな、これいいな。そりゃ俺だって弾けたらどんなにいいか。
やってほしいな。おぎそ。ねえ、やろうよ。私、これ弾いてる北原くん、見てみたい。いや、待てよ。少しくらい失敗したっていいじゃない。どうせお祭りなんだし、みんな笑って見逃してくれるよ。そうだよ、見逃す前に笑われるんだよ。笑われたっていいよ。私も一緒に笑い物になるからね。いや、誰を笑うかは観客の自由だし。ダメ、もう決めたから。トーマさんだってもう変更できないって言ったし。みんなでこの曲やるんだよ。決定。おぎそ。トーマ、なんとか言ってくれ。ねえ、おぎそ。いいよね、トーマさん。北原くんならできるよ、絶対。大丈夫、できるよ、北原なら。はあ？の。だよね、トーマさんならそう言ってくれると思ってた。待て、トーマ。お前、プライドはどこへ行った？いつもの音楽に対して妥協を許さないスタンスは。もちろん妥協なんかしない。絶対に弾けるようになってもらう。無理だって。そんなの、俺の腕を一番よく知ってるお前ならわかるだろ。この曲に決めた時言ったよね、あんたならできるって。あれはネタだろ。私は冗談が嫌いだ。私の性格を一番よく知ってるお前ならわかるだろ。というわけで早速始めよう。まずは個人練習から。おぎそ。うん、頑張ろう。みんな、本番まであと1週間しかないんだから。いやだって、あれ、本当にもう帰るのか？もうここで俺のできることないからな。曲さえ決まったら作業はうちでできるし。帰るにしても、せめてみんなで夕飯食ってからにすればいいのに。ここで俺ができることはないって言っただろ。つまりここじゃ作業できないから早く帰るんだよ。解けよ。別に重役に邪険にされて泣きながら帰るわけじゃないからな。やっぱお前親友なのかもな。楽しみだな、学祭。どんなステージになるのか想像もつかねえ。俺が一番想像できないよ。なんかなんとなくだけどさ、結構いい感じになるんじゃないかって思えてきた。お前の思考回路も想像できないよ。これからいろいろと大変だろうけど、き
った。今まで経験したこともない苦労があると思うけど、ま、くじけず頑張れ。わかってる。俺にとっては学園生活最初で最後のバカだ。一生懸命楽しむさ。確かに最初で最後の天国だろうな。お前の人生において。そこまで言うことないんじゃないか。俺の人生この先下るだけかよ。だってそうだろう。どっちもありえねえくらい脈ありじゃんか。ありえねえよ。聞かせるつもりがないなら意味ありげに独り言つぶやくなよ。じゃあな。ああ、また月曜日。そういえばさ、お前、あれどうすんだ？俺まだ預かってるけど。いいよ、もう。まだもう少しだけ時間残ってるじゃん。なんなら今からでも。もう一週間切ってるんだぞ。もし完成したとしてもいつ練習するんだよ。そうか、悪かったな、約束守れなくて。お前と口約束しかしてない時点で俺の負けだから。ありがとうよ。最後に俺の罪悪感をこんなに軽くしてくれて。今度こそ、じゃあな。ああ、今度こそ、また月曜な。傷ついて傷つけられて、トラベルセット。あ、あった。あれ、青。貸して。指がつった。今日はもうこれくらいにしたら。おぎそが上がってきたら次風呂に入ってきなよ。俺はいいよ。おぎその後もトーマの前もどっちもまずいだろ。入る前に洗ってお湯張り直せばいいのに。そういう問題じゃないだろう。あと地球温暖化を考慮しろ、このブルジョアめ。指の動きはこんな感じ。もう一回やってみせようか。だから俺のプライドを30秒でズタズタにするなよ。ギターだってもう2年はいじってるし、これくらい弾けても別におかしくないって。何でもできるんだな、トーマは。北原は勉強できるじゃない。私自慢じゃないけど卒業危ないよ。でもかっこいいことは全部トーマのが上だ。何がかっこいいかなんて人によるんじゃない。そうだよ、
何がかっこいいかは俺によるんだよ。で、俺によるとピアノとかギターとかトーマとか。お前、今ちょっと返してくれ。ああ。言ったこと少しばかり後悔してるけど、残念ながら間違ったことは言ってない。やっぱ無理だ。大丈夫だ、できるよ北原なら。トーマ、私が弾けるようにしてやる。お前の言うかっこいい男にしてやるから。その代わり、もう学園祭が終わるまで寝られるなんて考えるな。ああ。来週からも毎日ここに来い。場合によっては授業サボれ。できるか？ああ。傷ついて傷つけられて